徳島市八幡町にあるギャラリー花杏で、現在トールペイント作品展とカントリー雑貨マーケットが開催されています。これらの作品は徳島市内のトールペイント教室で生徒たちが制作したもの、真心込めて作られた作品が展示されています。トールペイントのコーナーには生徒たちが思い思いに花や動物を描いた作品が並びます。生活の中に自分の好きな作品があると、それだけで楽しい気分になるので、とてもいいと思います。中にはスニーカーやジーンズに描かれたものもありましたよ。こちらは雑貨コーナー、販売もしています。私の教室に来ている生徒さん10人がそれぞれ自分の持っている技術を生かして、イヤリングや編み物、そしてお薬手帳などに動物や花の絵を描きました。その他、クリスマスをテーマにした作品や、古くなったお土産の木彫りの熊に色を塗り、トールペイントとして蘇った作品などが展示されています。展示期間は12月14日まで。皆さんも生活を彩る素敵な作品に触れてみませんか？